ビレッジは2004年のアメリカ合衆国のミステリー映画。監督、脚本はシックスセンスのエムナイト・シャマラン。1897年のアメリカ、深い森に囲まれた数十人が自給自足で暮らす小さな村その村には決して森に入ってはならないという古くからの起き手があり、村人は森に住むという怪物を恐れ、境界線を守って暮らしていた。 起きを守る限り、森に住む、怪物が、村の平和を破ることはなかったからである。村長の娘で盲目の女性アイビーには寡黙かつ、誠実な男性ルシアスと、精神に病を抱えるノアの二人の友人がいた。ある時ルシアスは、薬が不足し始めている、村のために、森を抜けて、他の町へ行きたいと年長者たちに相談するが、聞き入れてもらえず、 その態度に何か隠していることがあると単身森へ入り、怪物を呼び寄せると言われる。赤色をした植物を持ち帰る。その晩、赤いローブを着た怪物が出現し、やがて奇妙な出来事が勃発していることに、ルシアスは自分を責めるが、以前からルシアスに好意を抱いていたアイビーは愛を告白する。しかしその場面を目撃し、以前より、 アイビーに思いを寄せていたノアは逆上して、ルシアスを刺し、ルシアスは重傷を負う。彼を救う薬を手に入れるために、森を抜けたいと村長である父に懇願すると、折れた父はアイビーに、村の真実を伝え、森を抜けることを許す。森を抜けようとする最中、怪物がアイビーを襲おうとするも、深い穴に落ち命を落とす。そしてアイビーは、森の果てにある。 壁へとたどり着き、壁の外側の人に必要な薬を書いた手紙を渡し、ルシアスは一命を取り留めた。実は、時代は、西暦1897年ではなく2000年代であり、村のある地は、ウォーカー野生生物保護区と呼ばれる、村長の父親の遺産によって警備が賄われた、私有地であった。村は、事故や殺人などで、 身内の命を奪われた者たちによって争いのない理想郷を作ろうと起こされたものであり、怪物や掟などはその真実を知らない二世代以降の村人を外の世界へ行かせないためだった。そして森でアイビーを襲おうとした怪物はルシアスを刺した罰で地下室に閉じ込められたノアが偶然衣装を発見した後に抜け穴を見つけて脱走、アイビーを襲おうと変装したものだった。 ノアの死は年長者だけの秘密とし、怪物に襲われたことにすることで、怪物の信憑性を高めたという皮肉な結果になった、ことを最後に、物語の幕は閉じた。映画評論家の町山智博は、レイ・ブラッドベリーの短編小説集、10月は、黄昏の国修造の、びっくり箱、およびロジャー・コーマン監督の1958年制作の映画、 恐怖の獣人と同じアイデアが使われていると指摘している。ありがとうございます。